どもどもこんにちは、私です。今回はリクエストの SA58 使っていきます。なんか画面見にくいな。ああ、それはね、録画が少し前のだから設定変える前なんだよね。なるほど。でもこうして見ると前のやつ見にくいね。と、サーバーは来るかな？今期はラボ人多いし湧いてそうだけど。でもみんな最近はハンガーの方から来るからな。でもハンガーの方から足音とかしないし漁ってる？あ、いる。やれたかな？確かマガジンの最初の10発が M61 なんだっけか。そうそう、マガジン全部はもったいないから最初だけね。 M61 を1発胸に当てれたらアーマー半分以上削れるからね。と、今のグレなんだ？やれてなかったのかな？誰か来た。まあまあ多いな。3人かな。適当に詰めたら負けそうだし一旦無視かな。ブラック側行ってるしブラックで戦えるだろうからね。みんなそっち行くか。固まられると飛び出せないから難しいな。まあブラックならある程度立ち回れるし大丈夫。そのままブラック行って漁り始めたら行こう。あ、プロピ。そろそろ行けそうだね。足音聞こえないしもう入ったかもな。じゃ詰めてこう。一応周りクリアリングしてからね。誰か別がいたのかな。今撃たれたけどどこだ。下にいたみたいだな。この人は別かな。パーティーと戦ってくれるとギョフれていいんだけど。あー、こっち狙ってくるか。まあそうだよね。ブラックは賑やかになってきたな。とりあえずブラック近い方だと怖いからこっちから入ろうか。でも3人はサーバーから入ったみたいだし怖いな。あ、これ気にせず行けばよかったかも。あれ、これもしかして入れなくなった？前期はここに乗ってインベントリ開くと下に落ちれたんだけどな。なんか入れそうだけど入れない。もういいや。結構で遅れたな。あそこ便利だったんだけどな。と、多分だけど下から来たソロは負けちゃったかな。静かだな。全員倒したかったけどまあ仕方ない。今ブラックかな。足落とした島田いるしその人たち倒そう。と一人だけ倒れてるし多分3人の方が勝ってるよね。動く気はないみたいだな。ブラック小森か、大変そうだぞ。さっき上で足落としてたから来ると思ったけど、来てないみたいだしブラック見に行こうか。マジで動かん。てか漁ってるし。余裕そうだな。パーティーだからね、釣られてあげよう。来るかな。なかなか痛い。オッケー、全部やれたかな。今の危なかったな。だね、一人目にめっちゃ胸削られたし、その後の二人の片方に初弾 M61 弾かれたし。さすが裏地先輩交換通弾も弾くな。なんか他のヘルメットとは安心感が違うよね。謎に助けられた回数多い気がする。敵に回るとその分強敵感すごいけど。まあとりあえずこれで6人は死んだか、あといても2、3人か。そうだね、私が4人倒して3人パーティーが2人倒してるから。でもサーバーで動かないか待ってた時にハンガー側で走る音がしてたんだよね。しかも漁りたかったのか逃げてったし、だから1人は確定で、多分こんだけ銃声鳴らしたし漁夫に来そうだけど、とりあえずアーマー着替えたいし漁りたいかな。この人は全損。この人は必勝だったからいけるね。でもトルーパーか。ちょっと怖いけど今のバーガリーよりはいいかな。あ、レーダー撃ってるね。この人か、ハンガー側の足を取って。多分そう、来そうだし着替えて待ってようかな。あれ、逃げてった？そんな足音だったな。来ない。これめっちゃめんどいかも。見られてそうで漁れないし、逃げたやつ追いかけるのは難しいし。
まあ待つより自分から行った方がいいかな。運気か経由で全体的に見て回ったけど全然いない。いるとしたらブラックかも。作席してる間に入れ違いになったかな。あ、てか今死体が一つ多かったね。多分伏せてあさってる。いててて、腕が見えてたか。グレ投げればよかったかな。まあ息は分かったし詰めちゃおう。あ、スプリントは持ってきてないか。今の見えてたか。音で決め打ちしてるかもな。ロックしてるみたいだし。さすがに一回引っ込んだね。ブラックは左しか空いてないから腰部からいけそう。でも足音出さないか。ちゃんと足音が聞こえてるんなら移動はしてない感じだが。でもブラック周りはバグ多いからな。まあ信用して動くしかないけど。一切動かないね。下がる足音はなかったからすぐそこのはず。と思ったら少し逃げたね。なんだあの音の聞こえ方。ジャンプしてたし螺旋前か、サーバー入ったか。サーバー入ったにしては動かないし、螺旋前なら詰めるしかないね。サーバークリアして詰めちゃおうか。多分螺旋前かそれより手前か。なんでそこ。多分ヒーター足音出した後ゆっくり近づいてきてたか。あーそういうことか。すごい立ち回りだな。まあこれで終わりかな。ハイドがいなければサクッと漁っちゃおうか。あ、最初の人結構ガチ装備。銃声だね。まだ PMC いたか。ハイドかな。しかも上も結構見て回ったんだけど足音しなかったのに。なんかレーダーに手こずってるか。すごくめんどくさいけど倒しに行こうかな。なんかレーダーは倒さずに逃げたっぽい。逃げるにしてもボタン押さないから多分ここらへん。レッド部屋やキッチンにはいなかったしな。レーダーの位置的にガラオフィはないだろうからここが怪しい。今の右角と左上いなくて油断したな。完全にクリアリングミスだな。多分ラボ慣れてなくてハイドしてたのかな。ってことで2レイド目、さすがに消化不良すぎるからね。でこうして比較するとやっぱりポスト FX で相当変わるね。今一切補正なし。でこれが補正あり。やっぱり編集での補正も今の方が綺麗に見えるな。なんか前の設定だとすごく暗い緑色っぽい感じになるからね。こうやって対角を見るときとかも奥まで綺麗に見える。めっちゃ音バグで足音聞こえたな。円卓に来てる足音かな。違うみたい。まあめんどくさいし、ブラック側先倒しに行こうか。あ、B 鳴らされた。足音聞こえてないしまだ部屋から出てないな。ならさっとグレ入れて詰めて倒しちゃおう。あ、そこ当たるのか。でも入ったか。でもさすがに今のじゃ倒せてないかな。早く倒してブラック側行きたい。また乗り遅れちゃうよ。動かないな。もう詰めちゃおうか。あれ見えない。いなくない。え、あ、倒せてるのか。無駄にグダグダしちゃったな。だね。さっさとブラック行こう。さっきめっちゃ打ち合ってたし。これめっちゃ乗り遅れてる。ちょっと待ってよ。私も混ぜて。なんかパーティー同士っぽい音だな。マジで遅れた。あ、誰か引いてきた。危ない。グダったけど倒せたね。この距離左壁での打ち合い SA 苦手だな。お、手応えなし。全然私警戒されてないや。さすがに今ので一人死んだだろうし、そこで一人、もうあとはブラック中だけかな。完全に乗り遅れた感じだな。あそこでグダグダ倒せたか確認してなければ。
よし、それじゃ詰めてこう。してる。オッケー。トイレはいないね。これでブラック側は全部かな。思ったより人数いるな。ね、ここだけで6人か。あ、私が撃ってたのは倒せてなかったか。全然見えてなかったし、そりゃそうだ。いやー、なんかもう少し大量キルしたいんだけどな。まあまだワイらへんの足音のやつがいるだろ。あ、そういえば最初パーキング脇かの足音聞こえてたね。向かってみようかな。の前に着替えて。よし、行こう。あ、今レーダーかな。喋ってたね。ワイ横のオフィスらへんだな。まあとなると銃声は全然聞こえないからバイオレットとか漁ってそう。足音は全然出さないね。うん、レーダー下ではないね。足音勘違いして決め打ちしてきた。でも中で確定だね。レーダーが怖いが。逃げられた。てかレーダーここまで来てたのか。撃たれないし、これで最後なのかな。来るね。オッケー、この距離左壁の SA はまだいたか。詰めてきてるな。でもこれ下に行ったかな。うん、間に合わなかった。階段から来そうだな。あ、まだ来てないか。てかスタミナやばい。いや、これ来るか。オッケー、普通に詰めてきてくれたな。来ないと思ったけど、ここにいるの気づいてなかったのかな。まあこれで終わりか、多分。地下を見てないからわからないが、上はいないだろうな。カラオフは音鳴ってないしね。まあ漁り始めようか。この人は MP7 か。とりあえずバッグ欲しいかもな。そうだね、ブラック側の人誰か大きいバッグ持ってるだろうし、そっち先見ようか。うわ、なんだこのレーダー。あ、この人はバッグ小さいね。うーんと9人死んでて、私入れて10人だよね。ラボの最大人数10人くらいだったよね。あ、確か10人のはず。ならハイドもいないか。じゃあ去ってこう。今回マジで MP7 多かったね。なんか急に増えてきてる気がする。前期もこの時期くらいから大量発生してたしな。でも今期はフリマでラボキー買えるし、人多いからすごいね。よし、それじゃ向こうの人たちも漁っちゃおう。
この人も MP7 か。6人 MP7 だったか。今回全員バックでかくなかったから全部持って帰れるかな。MP7 は JV リブあるし入るだろうが他のアイテムは持てなさそうだな。うん。今回も PC は漁れなさそうだね。よし、それじゃ光学脇見て帰ろう。ブレイクメーカーなら持って帰りたいな。まあまあな値段で売れる玉だしな。マガジンだけだと2万くらいだから微妙だけどね。
しそれじゃ荷物まとめて帰ろうか。 MP7 大量だし何持って帰るか悩むね。まあ無難にマスターカと使うかどうかで選ぶしかないな。なら FMJ は捨てようかな。安いしスタッシュに5000発はあるからルーブル優先で。よしよし、多分いい感じ。ってことで今回は SA58 使って遊びました。やっぱり火力高いしラボでの距離は最強だね。じゃ今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でー。